悟り世代たち、集合！ロードするね。トーク、スタート！ボミオスとニフラムは、あまり使った記憶がない。皆さん、こんにちは。猫ざますエリー3世です。今日は、エリーのドラクエでよく使った呪文ベスト3をね、発表しちゃおうと思います。みんな、拍手！パチパチパチ。では、いきますよ。ジュルルルルルン。第3位、バイキルト。バイキルトは物理で押しまくるドラクエの戦闘において必需とも言える呪文でしたね。2倍ですからね、ダメージは。ボス戦にも効くんで使いまくりましたよ。戦いのドラムというアイテムもあり、こちらは MP 消費なしで全員バイキルトがかかるチートアイテム。でも5では隠しダンジョンでしか手に入らなかったので、あまり使わなかったですけど。ジュルルルルルン。続きまして、第2位、ルーラ。頻度はかなり多かったですね。ルーラ使わないと M なプレイヤーもいたみたいですが、私はちゃんと使いましたよ。行った街にそのままワープできる呪文で、小さなメダル集めにはかなりお世話になりました。また塔の天井のない部屋でできるのはちょっとした豆知識なので、あまりドラクエを知らないって方はぜひ覚えておいてくださいね。そして最後、ジュルルルルルン、フバーハ。凍える吹雪や激しい炎など、パーティー全体に攻撃を与えてくる中ボス戦ではかなりお世話になった呪文です。もしフバーハがなかったら勝てなかったボスいっぱいいます。特に5のブオーニはフバーハなしはかなりきつかったです。あと、ベスト3には入らなかったんですけど、イオナズンもめっちゃ使ってましたよ。ジャコモンスター、ドーン。ジャコキタ、ドーン。で、とりあえずイオナズン、のことないでました。使いすぎるとボス戦まで MP は持たないっていうデメリットはありましたけど。以上がエリーのドラクエでお世話になった呪文たちでした。ちなみにエリーはこの中の呪文を現実世界でも使ってます。何か？答えは、バイキルト。私はね、エリーのために、が、ほんか、ってね。って言っただけで、男の人がみんなバイキルとかかかったかのごとく、張り切って元気になるんです。すごいでしょ？これって呪文っていうか、私が単に可愛すぎるだけかもしれないけどね。というわけで、この動画のことで何かご質問があれば、コメント欄にぜひぜひ書き込んでくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイちゃーん。今日もラジオのような私たちの動画見てくれてありがとうね。気に入ったらチャンネル登録よろしくね。ボタン押すだけだから、ほら。もう、わかったよ。じゃあ、ね、じゃ、い、絶対押してね。エリーのゲーム実況チャンネルもやっています。こちらもぜひ見てくださいね。主に RPG をやる予定です。